はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回は自立セブンの話題になりますね。写真追加で盛り下がるね。いらねえ、それじゃねえね。そんな感じでね。はい、こちらコメント見ていきましょう。ででーんね。ここだね。そういえば4月中のアップデートで新しい写真増やす言ったような、覚えて、増えてないけど詐欺ね。今回のアップデートではね、明日のアップデートで車両が増えると思います。おそらく GR カップ関連のマシンで、グレード4の GR86 と新型ね、まあ、で山内のツイッターで追加車両にしてますよ。でさっき言いましたカプチーノとね、BRZGT300 のBRZ で確定ですということでね。もういろいろね、これじゃねえかあれじゃねえかってね、まあ、動画でも あったけれども、こんな感じで、ね、それだけなのかな。もっといっぱい20代30代増えるとは思うんだけど、違うのかな。使い回しの車とかね、だって今まで、だってカプチーノなんてなかったじゃないし、ここら辺の車みんな乗りたいのって思うんだけど、なんていうの、手直しの使い回しのやつをちょっとずつ作って、ではいアップデートで、はい提供しますよ、はい作ってアップデートしますって。ただ本来出すべきものが、ただマニュアルっていうか、一応ここまで作って、はい発売で、で本来だったら出すのが1年後2年後のはずなのに、はいアップデートを出しますよ、みたいな、そうやってやるこの汚さ、これね。で演出でも何でもねえんだけど、本当ね、単純というか、だからやっぱりね、20日目ジムの皆さんはやっぱね、うーって感じでもうなってるわけで、やっぱ終わってるわ本当。もうこういうの、こういう余分なユーザーインターフェースで、もうめんどくせえのとかさ、そういうのを早く排除してくんねえかなって思うんだけどね。皆さんは望んでる車が来てると思いますかっていうか、そんなもの最初からないとおかしいんじゃねえのって、マシンじゃねえの、違う、違いますか、ね、でプレゼントカーでポンって3種類来るの、それともそうじゃなくて、また20日ネズミやって買えるってこと。どっちですか。いやもう腹抱えて笑っちゃうな本当。で車種に関してはね、他の視聴者さんもね、いろいろ書いてはいた、ね、いるから、また後でまとめるけどもね、自立関係のコメントが結構盛り上がってるんで、まあ、ちょっとまとめを一個作ろうかなとは思ってるんだけども、本当ね、そのあって当たり前の車種が出てくるのは、それは勘弁してほしいなと思うんだよ。でも20日ネズミの皆さんにはそれがそう思わない、そう見えないんだよね。だからさ、今まで歴代のズランツで普通にあったものはただ間に合わなかっただけでしょってことで、普通はね、ああ遅れてすいませんみたいな、間に合わ、ね、発売日間に合わなくてすいませんでしたで、お詫びで追加でしょ普通は。これ何シャシャと。だからね、車輪回しとネズミの皆さんたちの考え方がやっぱりおかしい、うん、本当アップデートでマシンが来るとしたら、今までのジュアンツにないニューマシンとかね、で今までにないクラシックカーとかね、そういった過去のズランツーになかったものが登場して、おお初だーみたいな、
これがあのアップデート車種追加で盛り上がる要素じゃないの？違うの？ほんとね、おじいの中ではあの車種追加で盛り下がってるんだけど、でもこれをまたあのあれでしょ、まあ公式インフルエンサーと隠れインフルエンサーとあのステマインフルエンサーの方がまた持ち上げるんでしょこれを。でその茶番にまた踊らされて、うわー、カタキャカタキャカタキャクル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 ってトマホークが挑戦されたクル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 ってなるわけでしょ。もうちょっとさ、違うじゃないの。おじいは違うと思うよ、ね、で、あとさ、ジュランツの場合ってそのじゃあ欲しい車種が来たとして手に入れるまでめんどくせえ思いしなきゃなんねえわけで、普通にかまわしてくんねえし、本当によく続くね皆さん。で誰かカフェクリアしたって誰か帰ったような気がしたけど、すごいと思う、めっちゃすごいと思う、びっくりするぐらいすごいと思うね、え本当すごいと思う、ね、あとおじいね、一個ね、うん、ちょっと過去の思い過ごしでちょっとあこれ違ったなと思ったら、今日この後に動画撮ろうかなと思ってるんだけど、ね、渋の好きな人ってAI と走らないで一人でタイムアタックしてニヤーってしてる人が多いっていう。でまたその 0. 何秒ね、コンマ何秒を削れることにニヤッとなれない人は楽しめないとかって、なんか過去にコメントもらったんだよ誰かから。なのでいやそういう趣味ねえしなと思って、だそういう趣味の楽しみ方はおじいはもうしないんで、そのもうマリオカードのタイムアタックでもう飽きたから、タイムアタックは F0 とかね、なのでタイムアタック何のためにそこで削るのかなっていう、おじいの場合はもうなんていうかな、その燃え尽き症候群なんだよ、レースゲームのそのタイムアタックに関しては。だいかに今までに表現できなかった新しい情報量が入ってきて、おお乗ってる気になるっていう、そこを楽しみたいわけで、横を書かないから、あともう800年ぐらい長生きできたら、そのある程度完成された自分をね遊ぶことができると思うんだけど、もうあと残りちょっとしかないわけだから、ああこのまんま行っても全く、まあ、かが知れてんだろうなっていう。であと800年ぐらい長生きすることができれば、だいたいもうこんなとこでね、ね、昨日って言ったらね、ボワーンってもうなんかこう立体のなんだかでボワーンってドームで包まれて、もう360度そのなんかその選んだコースの中にボワーンって入り込んで、でおーってかね、ブーワーおーよいしょみたいな、ブーでおーみたいな感じで、マジってラガンでね、しかもマジみたいな感じで、うわーみたいな感じでね、で静香ちゃんみたいなのがね、おじいさんみたいな感じでね、僕で、ああ静香ちゃん一緒にライブしようみたいな感じでね、行きましょうおじいさんなんて言いながらね、わーなんて言いながらね、こうやってすげえレースゲームが遊べるんじゃねえかなと思うんだけどね、まあ800年後だと思うそれね。まあそんなわけでね、おじいの場合ってこういかに今までにないプラスアルファの肉付けをされたものが出てきたのかなっていう、もう残り短い人生の中でどこまでそれを見ることができるのかなっていうね、もうそこしかないんだよねおじいはね。だからね、ジュランツみたいなこういうなんかこう時代に逆行したその昔撮ったなんとかをね、さあこうなんだみたいなね、それを見せつけられて、なんかこれだってみたいな、そういうのってなんかもういいよって感じでね、勘弁してって感じなんだよね、違う、ね、だから本当フォルサみたいに
で、ホリスタホライズンにしても毎回ステージも違うし、使い回しじゃなくてもう一からコースも作ってるしね、本当全部違う、ステージが違うでしょ。で、あれ本当に、なんていうかな、ちゃんと作ったものとなんかいい加減に作ったものの違いっていうのかな、そこにやっぱり面白さも、しっかりと嘘つかないで出てくるし、やっぱり分かるユーザーにはちゃんと分かるね。だから本当大げさでなくて、今 Xbox 360を買って、フォルツァね、あのモータースポーツ3とか4を買って遊んでも、ジュラツー7よりは全然リアルで全然楽しいから、本当楽しいから、それは車のゲームとして車が楽しいからね。まあそれに気が付いた人もいるでしょ、当然ながらね、本当なもんでね。あ、そうで、あのおじいが何のあれかっていうと、そういう趣味はないんだけれども、タイムアタックのでも趣味やってる人って1台で走ってニヤッとしてキモいよねってね、あのずっと思ってたんだけど、あの昨日ね完走できなかったんだけど、下の PC にあの1箇所100個ダウンロードしたんで、足これのやつで1個下に持ってって入れたら、1個のコースでなんか3つあって、でそのうち1個とりあえず走ってみようかなと思ったら、とりあえずが終わんねえんだよ。でとりあえず落っこったらまたスタートからになって、それに2回繰り返して、うわー完走できねえじゃん、でマップも出てこねえし、ゴールがどこまでかあの分からねえから、あの今日完走しよう、この録画を撮りながらね、あの完走目指そうかなと思って、で、まあ、何台か追加してレースやるのもいいけども、まあ、1台で走ってもいいかなっていうか、いやあの楽しすぎて、コースがうわーすげえ綺麗な景色だなとか、うわ橋すげえとか、本当あのあこれなんだろう、あれおかんみたいな、あ自動販売機だとか、こう見てるだけですげえ楽しくて、あのただ頑張って走ってるだけじゃなくてすげえ楽しいんだよ、あのいろんな風景があって、実際のコースだから。なのでね、あ一台でこうやって走ってるのも楽しいな。車通知分かんねえから全開でゲーゲーゲーって風で走ってたんだけど、そうじゃなくてやっぱ景色を楽しみながら走ってるのもいいなと思って、ちょっと気がついたんでね、まあ一台で走ってるのも、まあ、楽しいかなっていうね、ちょっとそこに気がついた昨日。うっかりだから、ちょっとこの動画収録終わったら、下に機材持ってってね、ちょっと収録しようかなと思ってるんだけど、まあ、よかったら仕方チャンネルにアップするんでね、また見に来てくださいね。多分ね、昨日15分ぐらい走ってもゴールできなかったから、結構長いコースだと思うんだけど、なんてコースだかな、わかんないけどね、また見てみてください、びっくりするからとね。はい、そんなわけでね、もうこれバカバカしくなっちゃうこれ。ほんとね、はい、そんなわけでね、車輪回しと好きなねじみさんはね、頑張ってください、明日のアップデートでね、車種追加で、おい盛り上がってくださいね、わーいカプチーノーって言いながらね。まあ、もう何も言えねえ、本当あまりにもすげえ次元だからさ、もっとその最初のうちはだから今まであったものをパンってやって、で「おいセブン新車種は」みたいな感じで来るのかなと思ったけど、いやこんな子供魂もなってないので盛り上がれるって、だからもうこの演出でこんな盛り上がってんだから、日本終わった本当ね、あのこれを何とか変えてくれ本当ね。はい、そんなわけで終わりたいと思います。またね、バイバイ。